メイクします。よいしょ。新しいやつ、おはよう。オンライン会議直前です。だってブルーシールのアイス一生食べていたい。わかるー、わかるー、めっちゃわかるー。おはようございます。メイクをしていきます。皆さんおはよう。みんな今日は何をしているんですか？よかったら教えてください。今何をしているか教えてください。なんか前髪の調子が悪すぎてどうしたって感じになってるんですけど、気にしないでください。塩チンスコ味がお気に入り。わかる、美味しいよね。私が一番好きなのはブルーウェーブみたいな、あのブルーのアイスなんですけど、めっちゃ美味しい。それブルーウェーブ、それがね、めちゃめちゃ美味しいからぜひ食べてみてください。超食べたくなってきた。ブルーシールのアイス、恵比寿とかにあるらしい。待って、恵比寿とか、私舞台で恵比寿いたんだけど、マジ恵比寿ってすごいね。では私は今からメイクしていきます。もうさ、全然日焼けしないじゃん。今日とか雨降ってるじゃん。今日また雨止むの？今日雨止みますか？このいつも使ってるスポンジで。朝起きたら雨降ってて、びっくり。なんか大変だね、季節の変わり目でさ、季節の変わり目ごとにさ、こういう天気悪くなったりしてさ、嫌ですね。嫌ですねとか言って
やだよね。私全然最近さ、ファンデーション使わないとか言ってたけど、最近使ってるんですよね。ファンデーションした方が肌がピカピカに見える。当たり前なんですけどね。ちょっとだけ、ちょっとだけこうファンデーション置いてなじませる。もう最近さ、全くさ YouTube でさメイク動画見なくて、この私がもう見なくなりました。休憩の手で、あ、休憩の手で仕事サボ耐えしてみてる。やっほーはそうしたら、こんにちは、おはようございます、朝です、おはようございます。私は淡々とメイクしていきます。ちょっと顔のほくろ取りたいと思ってて、またっていうか、私前に取ったんですよ、5個ぐらい。取ったんですけど、また取ろうかなと思ってて、ほくろってさ日焼けしちゃいけないんですよ。だから絶対的に秋とか冬とかに取んないとダメなんですけど、私顔にめっちゃほくろあるんですよ。ただめっちゃ痛い、麻酔が。麻酔がねめっちゃ痛いんです。なんか注射でほくろに、あのほくろって焼くんですよ、レーザーで。レーザーで焼く前にその麻酔をして全く痛くないようにするんだけど、それの麻酔がめちゃめちゃ痛くて、なんかねこうほくろに麻酔をするんだけど、私鼻に2個あった、こことここにあったあれを消したの時に、だからもうそこの鼻にねこう注射打たれたの、めっちゃ痛くて、てかなんか鼻じゃなくても全然痛いの。顔に注射ってこんな痛いんだみたいな。
くりしちゃった。でも焼くときはレーザー打つときはすごい焦げた匂いがするの。焦がしてるからさ。行きたいです。あ、皮膚が薄いから確かにそうかもしれない。もうめっちゃ痛かったです。とにかくお肌完成。そしたら眉毛を描きます。皆さん眉毛を描くのでちょっと集中します。金曜日ってさ、忙しいの？週の終わりだから忙しいとかあるんですか？待って、書きない。やっぱりちょっと待ってね。みんな大きい鏡を見て書きます。私はここにいます。眉毛を描いてます。なんか長さが右の方が長い。できない、うまく。なんか踏んでる。おはよう。ちょっと待ってね。今頑張って眉毛を描いているので。あと1分お待ちください。オッケー、書きました。あ、15分経過。640日。
完成。眉毛完成。眉毛が完成したので、ちょっと前髪をアイロンしていこうかな。ありがとうわっち。いちごじゃなくてぶどうと線香花火、まさこび花火、ありがとう。ちょっと私は前髪をやります。ね、今日午後雨上がるのかな。髪の毛前髪落ちるんですけど、嫌なんですけど、そんなの嫌なんですけど。ひーちゃんもありがとう。花火もう全く、もう何かさ、すごい髪の毛も前髪も伸びてきたし、髪の色やばいね、やばいね、やばいね。めっちゃ雨降ってるって。では昨日も言ったけど、昨日のゲリラ豪雨のさ、あの雨の量やばくなかった？なんかすごかったよね。前が見えないぐらい真っ白、真っ黒、夕方だから真っ黒、なんかグレーみたいで怖い。ああいうの、ああいうなんか自然現象怖い。私水にまつわるの怖いんだよね。よいしょ。最近私のね、体にね、蚊がいたの。昨日、昨日黒い服着てたから、なんか蚊が寄ってきたっぽくって、あ、蚊がいると思って。でも蚊ってさ、もう自分のこの辺にいたらさ終わりじゃん。もう絶対噛まれてるじゃん。私噛まれてないんですよね。今年マジで噛まれなかった蚊に。なんでだろう。本当にね、あの噛まれたいって言ったら、まあ、ちょっとおかしいんですけど、噛まれたいんですよ蚊に。もう2、3年蚊に噛まれてない。なんかかゆい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 っていう現象がなかなかね起きないんです。かゆいってなりたいんだけど全然ならないか ら、 だから普通蚊にかか、蚊に刺されたくないじゃん普通ならね。だけど私は噛まれないから、噛まれなすぎてもはや恋しく感じてる。なんで噛んでくれないんですかっていうね。完璧。
どうしよう今日の。今日のアイシャドウの色何色にしようかな。ピンクかオレンジかどっちにしようかな。本日のメイク、どうしようかな。オレンジにしよう。私も大型なんですけど、私も大型なんだけど全然もう今からね武道館でやるね髪型を考えてるんですけど、やっぱストレートハーフアッパー、ストレートポニーテールかなって思うんだよね。結局ね。オレンジにしたよ。見える？大人たちに支配されるな。うん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 。涙袋も噛んで、おはようございます、こんにちは。おはおは、ね、見てください、ショック見て、これわかる？筆がねバリーンっていっちゃったの、裂けてんのわかる？これあ
しいの買い時。アイラインを描いてます。大事。もうこれさ、すごい邪魔だ。じゃーん。あ、やばい。ちょっと目がクリッてしましたね。熱い。ね、飲み物持ってきていいですか？ちょっと飲み物持ってくるからみんな待ってて。帰ってきたよ。コーラを入れてきました。あ、涼しくなった。まつげをやります。よし。
めっちゃ集中して、あ、スガジーありがとう、金魚、金魚ありがとう。金魚ってさ、かわいいよね。でも金魚すくいにさ、デメキンがいてさ、すごい、うわ目が出てるって思った記憶がある、お祭りで。金魚すくいで作った金魚が4年ぐらい生きてめちゃめちゃ大きくなって成長した金魚がいたな。なんかあのお祭りの金魚ってめっちゃでかくなんない？水槽で飼ってました。雨がさらに激しくなってきたって。ねえねえ、やむの？ちょっと教えて、やむかやまないか。今日ずっと雨降ってんのか、ちょっとやむのか、どっちなんだい？私は今日もピンセットを使ってまつげを。タバタバにしていくよん。え、今日って何？やまないの？マジ？たまたまにしなくてもいいか。
関東は雷も鳴るかもってびっくりして雪に見えた。関東雪も降るかもに見えたね。え今年雪降るかな。僕の首キクラゲおいち。ね、この秋雨前線がさ終わったらさいつ終わるの。よし、きくらげおいち、きくらげ大好き。ハイライトを塗って完成。嘘、チーク塗って落とした。チークを塗ってこの粉々のチーク、これを塗って木くらげおいち。はい、完成しました。顔はを今から巻いていくんですけど、ちょっと巻く瞬間はみんな見ないで見れないんですよ。あのちょっと大きな鏡でここでやりたいので、今何分ですか？トゥ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 。ちょっと髪の毛を巻くときは真っ暗にします。45分ありがとうございます。最近流行ってる韓国巻き
自分の中で最近流行ってる韓国巻きをしたいと思うんですけど、巻いてる時はラジオ配信します。髪を巻いてます。じゃあみんな髪の毛を巻くのでちょっと待ってください。私が今ストレートだったので次開いた瞬間みんなにこう画面出会う瞬間は髪の毛を巻いてます。ちょっと変身するから待ってね。どうしよう、ショールームさんにバーンされたら。こないだされなかったから大丈夫か。てててて、私いるよ、ここに。今髪の毛は巻いてるので少々お待ちください。キクラゲおいち、みんなのコメントも見れてるからね。コメントして、やっぱ11時とかってやっぱ忙しいよね、みんな。みんなお昼何食べるんですか？みんなお昼何食べるの？私は朝からミルクレープを食べました。美味しかったです。美味しかったミルクレープ。
え、動いてる？あ、動いてる。お昼マックだって、いいな。え、動いてるよね、みんな。動いてますか？今ちょっと髪の毛を巻いてるので、一言に髪巻いてますって言ってるけど分かんないかな。まあ確かに上見なきゃどこにいんのってなるか。髪巻いてます。真っ暗が正解です。真っ暗にしてるから。4分の1巻き終わったら、ドゥッ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 。ああ、もう本当にこのさ、髪の色嫌い。髪の毛巻いてるか、え、知りたい。鏡の前鏡の前です。ちょっと今立ってやってるからね。どうせ座ってやったところでも私が髪の毛巻いて横になれば映らない状況だから一緒じゃないと思って、こういう感じになってるんです。もう終わるからちょっと待って。あ、いい感じです。今日の巻きも空いたし、よし、みんな完成したぞ。ちょっと前髪もやろう。みんなあと 2,3 分待って。私のラジオ配信、そう、真っ黒に、真っ暗っていうか下に置いてるだけです。こう床に置いてるだけ。真っ暗にしてはないです。携帯を置いてるだけです。ここはコーラを飲みます。銀ガムジェイク恋の模様、
ブルーホワイトブルー。天井映す？よし、みんな終わったぞ。じゃあ映すよ。戻すよ。海がキラキラと反射してる。えい。僕のままの想いは光と影。じゃーん。じゃ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 ーん。髪の毛を巻きました。で、今からちょっと進言しよう。光と影、これはね、ずっと言ってました。オイルを塗ります。雨なので外に取れたら取れちゃう。そうなんだけど、私はね、いつも雨の日髪の毛を巻くんです。なんでかというと、ストレートにしても跳ねるから。結局ストレートにしても、なんかストレートにした方がまっすぐからのなんかうにゃんってなるじゃん。それがね、すごく嫌なの。だからだったら先に巻いといて、巻きがちょっと取れたぐらいのあのゆる巻き風の方が私はいいかなと思ったので、今日巻いてみました。取れちゃうことは知ってるんだけどね。まあ想定内なんですけど。なんか今日ゆる巻きだな、全体的に。でこうして前髪にも。髪が伸びすぎた。え、いい感じじゃないか今日。今日のビジュはどうだい。よし、ほら前髪めっちゃいい感じ。でも絶対今日落ちるけどね。もういいよもういいよとか言って。ハサミで前髪切ります。OK。 そしたら最後にこの大好きな真っ黒のテープで前髪を固めます。たまに目に入ります。はい、完成。
本日のメイク配信終了。完成。完成です。イエーイ。完成完成。なんかさ、見て、巻き髪上手くなったんですよ。じゃん、韓国巻き。ほら、メイクさんにね、どうやってやるんですかって聞いたら、全部外巻きにするんだよって言ったから、全部外巻きにしました。完成しました。じゃあリップ塗ってスクショタイムして終わります。あ、アホ毛押さえよう。マジやることばっか。こちら、私さ、めっちゃアホ毛立っちゃうんだよね。なんで？アホだから。あ、ちょっと待って。光とかけ。じゃあリップ塗ってスクショタイムして、終わります。まさこびゃー、ありがとう。メイク完成。ありがとう。続いてワッチ。ありがとうワッチ。フリスクさん、いっぱいありがとうございます。ハート。ではでは、今何分だ。あ、いい感じ。ちょっと待って、みんな、はい、すいません。よいしょ。今やっと昼休みですか。12時になった。今日はこんな感じのビジュです。髪の毛は明るくなっちゃいました。じゃあもうちょっとしたら終わります。あ、2000人いったら終わろうと思ったら2050人いきましたね。じゃあそろそろ終わりましょうか。何時からやってたんだろう。ちょうど1時間経ったかな。じゃあランキング読みます。13位アラレンレさん、12位長崎在住の関西人、11位三千院なぎさん、10位か、9位堂島無敵さん、8位プレンさん、7位ひーちゃん、6位すがじ、5位フリスクさん、4位高坊、3位お茶っぱタイム、2位まさこびゃ、1位ワッチー。ありがとうございます。メイク配信ご覧いただきありがとうございました。今日はこんな感じです。皆さんも午後頑張ってください。ありがとうございました。じゃあねー。
バイビー。また夜配信で会いましょう。